矢はつがえた。立ちなさい。剣二連誠意はなしだ。落ち着いて。風が吹き、運営はとどまる。この一矢で十分。チャンスだよ。やり先に火を。炎の火を断ち切れ。素晴らしいと、さようなら。この賭け、皆を招こう。闘志は消えない。全員矢はつがえた。天を突く。呼吸するその感覚覚えておいて。素晴らしい時、さようなら。風が吹き、運営はとどまる。この一矢で十分。弱すぎるよ。ケイン、我に従え。魔剣天の一。この月下で全てを照らさん。逆風に負けないで。疾風のごとし。素晴らしい時、さようなら。剣二連銀は2倍だから上がる。お願い、やった上がり。風が吹き、運営はとどまる。この一矢で十分。この賭け、俺には届く。皆を招こう。矢はつがえた。
ところに来たわね。素晴らしい時はさようなら。ケイン、俺に従え。番犬天雷。地上よきたれ。落ち着いて。引けば見逃そう。この月下で全てを照らさん。月光を剣とす。まだ早いし、どこかへ行く？小説は読んだ？
早いものが勝つ。矢は繋えた。天を突く。素晴らしいと、さようなら。
闘志は消えない。疾風のごとし呼吸するその感覚私が守る。落ち着いて。手の施しようがないわね。おやすみ。
今はコメントを見てたんだ。ほら、あんたも見て、カンアさんはもうすぐ来るってさ。今はコメントを見てたんだ。ほら、あんたも見て。カンアさん。みんないる。実はフォフォに報告を入れるはずだったメイサたちから、今日はフォフォの姿が見えないって連絡があったの。正直に言って、私はフォフォがどこに行ったのか見当もつかない。でもみんなで集まれば、手がかりを整理することくらいはできると思って。あなたたちは彼女のそばにいたよね。昨日、フォフォに何か変わった様子はなかった。
フォフォは私たちと一緒に行動してたけど、ただ役目を果たすだけじゃなくて尻尾の手がかりも探そうとしてたみたい。そうだ、今日フォフォが尻尾の手がかりを見つけたって可能性はないかな。そうだとしたら彼女の性格的に絶対尻尾を探しに行くと思うの。でもフォフォはあなたたちにも私にも会いに来てない。これは普通じゃないと思う。仮にフォフォが何らかの手がかりを得たとしても、彼女の性格からして私たちに協力を求めるだろうし、でも彼女が私たちの誰にも何も告げていないとしたら、考えられる可能性は一つしかない。ふん、もう疑わしい奴の目星はついてるよ。フエンは唯一尻尾の行方を知ってる。尻尾のせいであと少しのところで失敗したフエンだけが。たとえフエンが知らなかったとしても、ここで一番悪だくみをしようとしてるのはあいつだしね。行こう、フエンを尋問して何か情報を引き出さないと。仲間が離れたことにすら気づかなかったのに、なんで私の手を煩わせに来るかな。獣王子は完全にサイオンを滅することはできないけど、対処する手段ならある。その手段とやらが何かは知ってるけどね。私みたいに人質の命を盾にする悪者にはお前たちの脅しは耐えられない。仕方ないから教えてあげる。この件には確かに私が関わってる。やっぱりお前たちが知らない間にあのおチビさんは尻尾がどこに行ったか知ってるかって聞きに来たの。少しだけ手がかりを教えてやったら、あっという間に答えにたどり着いたみたい。まあ結局いくら探しても何も見つからなかったみたいで、何度も私に頼みに来てたけど、あの恐怖をこらえて質問しようとする顔と来たら死ぬほど笑えたな。最後は面倒になって、尻尾は私みたいにバラバラになって何も覚えてない火種になっちゃったって言ったんだ。そしたらびっくりしすぎて顔面蒼白になってた。かわいそうになっちゃった。そんなに長々といじめたわけじゃないよ。ちゃんと尻尾は今竜雲渡しに隠れていて、精査に乗って泉州から逃げ出そうとしてるって教えてあげたしね。それから獣王子が今西洋を回収していることも教えてあげた。もしお前たちに助けを求めたりすれば、尻尾を見つけたとしても牢獄に入れられるって。おチビさんそれを信じたみたい。あなたは嘘をついてる。尻尾が一体どこに行ったのかあなたに分かるはずがない。他人の意
見を聞き入れるってことを知らないの？どっちにしろ竜雲渡しでは私の同族がおチビさんを待ってるけどね。お前たち友達を信用してないわけ？おチビさんは無事かもしれないし、その西洋に屈服させられてるかもしれない。今すぐ竜雲渡しに行けばおチビさんを見つけられるかも。こいつ、二人とも早く竜雲渡しに行ってポポを探そう。どうやら書類仕事は後回しにしてあなたたちと一緒に行かないといけないみたい。こんなところでブラブラしてていいの？友達のこと大して気にかけてないんだね。元凶の類じゃなくて、五感を封じ人間を外部の情報から徹底的に遮断するためのもの。これじゃあ元凶に入り込める筆図も役に立たない。これは探偵士の意思が対処できる状態じゃない。私はフォフォを獣王士に連れ帰って何か方法はないか探してみる。それから怪異退治隊の任務は当分中止する。今は状況が変わったの。半眼の協力がなければみんなを危険にさらすことになる。それは隊を立ち上げた当初の目的から離れてしまう。でもカーナさん、今回の任務は私たちの友達を助けることだよ。みんなの焦る気持ちはわかる。でも今は獣王子に任せて。私たちには西洋を引っ張り出す方法があるから。カンアさん、正直に答えて。本当に獣王子には方法があるの？方法がないわけじゃない。別の西洋に手伝ってもらってフォフォの意識を奪っている奴を駆逐してもらえばいい。でも人に手を貸したいと思う西洋なんて。待って、カンアさん、どういう意味？実は尻尾は私がここに収容してるの。どういうこと？お娘、大げさに騒ぐんじゃねえ。大げさ？フォフォはあんたのことでずっと思い悩んでたせいで悪者につけ込まれちゃったんだよ。この日なれば一体どういうこと？まさかカーンさんずっと知ってたの？原則として外でうろついている西洋は封印しなければならない。私は規則に従っただけ。それにこれは尻尾に頼まれてやったことだから。話せば長くなるが、あの夜意識がバラバラになりそうになった瞬間、まるで時間が止まったみたいになったんだ。
自分が両元から別れ、あてもなくさまよってるところを見た。そして小娘に拾われるところを見た。それから俺はあっという間に獣王氏の反乱によって尻尾に封印されちまった。人間でいうところの開口変章ってやつか。西洋がこんな体験をするなんざ聞いたこともねえ。逃げ出したからには体を変えて自由を満喫しようと思ってたんだが、そこで運よく私に出会った。運悪くこの鬼女じゃなくて暗眼と出会っちまったんだ。俺様がそばにいた時、あの泣き虫は俺様を毛嫌いして、いつもどんだけ迷惑をかけられてるとか、今の生活がどんだけ嫌とか、そういう小言ばっか言ってやがった。俺様みたいな強い上司を大事にしねえで、いなくなった途端大泣きして後悔しても意味がねえ。俺様はあいつの泣き声を聞きてえんだ。だから思い切ってこの記事じゃなくて半眼に瓢箪の中に入れてもらったってわけだ。あなたの願いは叶った。今また自由になれる機会をあげる。もちろんあなたが好き勝手するのを放っておくわけじゃない。全てを元通りにするの。いい？尻尾、あなたを信じていいの？俺様とお前は長い付き合いの同僚だろう。安心して俺様に任せやがれ。つまり俺様があの泣き虫に取り付いて別の目障りな奴を食っちまえばいいんだな。やっていいことと悪いことの区別がつかないバカに教えてやる。自分のせいで災いを招いたってことをな。俺様自ら妖魔退治をしてやろうじゃねえか。ものがついてる。こっちに近づかないでちょうだい。でも私は私だよ。操られたりなんかしてない。嘘よ。いつの日かあれはあなたの体を乗っ取る。ごめんなさいフォフォ。私とお父さんはあなたを獣王氏に送り込むことしかできなかった。私たちのような親はいなかったと思ってちょうだい。
あなたたち、あなたたちのことは覚えてる。フォフォの尻尾燃えちゃった。フォフォの尻尾花火みたい。化け物、こっちに来ないで。かわいそうなふりか。そういうやつが一番嫌いなんだよ。みんなひどい。悪いのはあなたの尻尾じゃない。私たちの尻尾は燃えたりしないのに、どっか行ってよ。化け物とは話さないもんね。早く行こう。私は化け物なんかじゃない。私どうすればいいの。尻尾、尻尾、どうしてここに。あなたはとっくに分かってる。今回私から離れちゃうのは尻尾なんだ。はあ？みんな私から離れてく。一体どうすればいいの。もう一人ぼっちは嫌だ。俺様は離れてねえだろ。反乱か？それは西洋がお前の気持ちをかき乱してるだけだろ。シャキッとしやがれ。西洋の思い通りになるんじゃねえ。みんな離れていっちゃう。みんな離れていっちゃう？簡単な話だ。俺様が全員連れ戻してやる。怪異大使隊のお友達がいるじゃねえか。みんなここにはいないもん。お前には獣王士の先輩がいるじゃねえか。ここにはいないじゃん。お前には俺がいるじゃねえか。俺が全員連れてきてやる。あの泣き虫のところに連れてってやらねえと。フォフォ、ごめんなさい。お父さんとお母さんはもういないものだと思ってね。実の両親がここまで無情になれんのか、人間ってやつは。
つをあの泣き虫のところに連れてってやらねえと。なんでフォホがそんなに注目されるんだ。僕が一番注目されるべきなのに。おい、嫌なれ。俺様が全員連れ戻してやったぜ。何が戻ってきたの？ほほ、私の可愛い娘。お父さんもお母さんもあなたを一人にするべきじゃなかったわ。オフォ、ごめん。お前の尻尾が僕よりかっこいいから嫉妬してたんだ。オフォ、そのかっこいい尻尾になりたくて最近は夢にまで見るの。一緒に遊んでくれる？みんな尻尾が取り付いて力ずくで連れてきたんでしょ。戻ってきてなんかない。たくよ、なんであれ戻ってきてんだろうが。しっぽ、あなた幻覚じゃないの？本当のしっぽなの？本当のしっぽ戻ってきたんだ。今までどこに行ってたの？私てっきりあなたはもう、もう死んだってか。本当に大変だったぜ。無数の断片にされちまって苦労してなんとかまた一つに戻ったんだ。お前と一緒にいた頃はずっと不幸な目に遭ってたんだから、少しくらい幸運が巡ってこなきゃおかしいだろう。本当は逃げるつもりだったけど、お前が心配でわざわざ確認しに戻ってきてやったんだ。この意気地なしが少しは進歩したのか？少しも進歩してないと思う。いや、それは過小評価しすぎだろう。これは進歩どころじゃねえ。あんな臆病だったやつが一人でこんな危険なことをするなんざ、むしろ大胆不敵になってんじゃねえか。お前は度胸じゃなくて脳みそが足りねえのかと思ったくらいだぜ。しようもなかったんだもん。フエンが私を騙してるのは分かってたけど、この機会を逃したらもう見つからないかもって思って。その話はやめろ。おい泣き虫、こいつらがお前から離れていったのは本当に俺様が原因なのか？少なくとも今尻尾は戻ってきてくれた。だからもう十分。お前がそう言うなら俺様も気にしねえからな。はあ、また大騒ぎを起こしたりしないようにやっぱり俺様が見といてやんねえと。そうだ、まだ面倒事が残ってたな。こそこそ隠れてるサイよ、今すぐ出てきやがれ。逃げられると思ってんじゃねえぞ。逆風に負けないで。天を突く。全員死。素晴らしい時、さようなら。風が吹き、
運営はとどまる。この一矢で十分。大したことないわ。落ち着いて。引けば見逃そう。隊長になったのか？すげえじゃねえか。ケナイフンさんがそう呼んでるだけだから。尻尾って本当にフォフォの尻尾だったんだね。あ？何言ってんだ。フエンは尻尾がフォフォのそばに戻ったなんて思ってもない。これで反乱を人質にする計画は完全に失敗した。フォフォが目の前に現れたらあいつの闘志を削げると思う。カンア様、水泳から緊急連絡が。失速した太陽にまた異変があったとのことです。フエンは尻尾がどこにいるかは知らなかったけど、人の注意をそらす方法は思いついてたみたい。もしかして私のせい？自分を責めないで。フエンは前々から計画してたんだと思う。ケーゲン将軍が先延ばしに従ってた終盤が前倒しになった。師匠、新作府に行って将軍様を呼んできてくれる。私たちは今すぐ水苑に戻ってフエンに一曲付き合おう。取り返しのつかないことになる前に。航路の中から目覚め、
水苑に来た目的はただ一つ。ラフ、お前たちの将軍は寛平の刑が好きみたいだから、それに合わせてお前たちのために計画を立て、西洋をここに集めさせ、私の力にしたってわけ。私はここを離れようなんて思ったことないけど、航路の中から目覚め、水苑に来た目的はただ一つ。ラフ、私はここを離れようなんて思ったことないけど、航路の中から目覚め、水苑に来た目的はただ一つ。ラフの将軍と戦うこと。お前たちのおかげで私は水苑に集められた西洋の力を吸収することができた。これで準備は整った。あとは将軍が来るのを待つだけ。約束通り、お前たち増票を皆殺しにしてやる。これは風が吹き、運営はこの一矢で十分。疾風のごとき、立ちなさい。引けば見逃そう。月光を剣とす。安心しろ。西洋には形がないが、形あるものに倒せないわけじゃねえ。フエンは無理してるだけだ。一度でも自分が精神的に負けたと思えば、どんなに強い西洋でもまた集約するのは難しい。それって両元と将軍の戦いの時と同じように、太陽が負ける定めを意識すれば形も崩れるってこと？そうだ。今あいつを本当の意味で潰せるのは一人しかいねえ。やっと来たんだ、ラフの将軍。
ようやく私と対局する気になった。本営までたどり着けたら当時の戦いを再開する。一度言ったことは必ず守ろう。ただ前に言ったように、東行と良源、当時交戦した双方の力は互角だった。しかしこの対局においては最初から公平ではない。私の実力は君よりもずっと上だからだ。規則厳守も互角も騎士がよく見る幻覚だ。私が終盤の戦い方を教えてあげよう。逆風に負けないで。天を突く。槍先に火を、炎のエリオ断ち切れ。この月下で全てを照らさん。素晴らしい時、さようなら。風が吹き、運営はこの一種で十分。全員死刑。この風情が、立ちなさい。降参しなさい。君の敗北は決まっている。将軍に挑み、計略を持って対局するところまで持ち込んだ。これは役立たずにできることではないと思うが。勝ったくせにわざとらしく謙遜しないで。気持ち悪い。西洋一族が照らすのは人間自身の欲望だが、その鋭く強烈に燃える様は確かに壮麗だ。東行将軍も私もそのような相手を嘲笑ったりはしない。でも負けは負け。私は将軍と戦いたかっただけで、勝ち負けの結果を求めてたわけじゃないから。もう願いは叶った。次に君を待っているのは永遠の懲罰だ。調整不滅の火炎にとって自由を失い、何もない虚空に囚われることは終わりを迎えることよりも恐ろしいだろう。不縁、これが君を待ち受ける運命だ。ああそう。でも山々はいつか崩れ、海はいつか枯れる。太陽は待ち続ける。再び自由を取り戻せる日を。その日は必ず訪れる。ああそう。でもそれが何？
州の将軍が存在する限り、私は泉州の将軍と戦い続ける。星が消えるその日までね。フエンの戦意は瓦解した。もう騒ぎを起こしたりはしないだろう。この件は解決したようだから、私もそろそろ行くとする。果たすべき責務を果たしただけだ。それにフエンとの約束があったからね。この西洋は簡単に消えたりしないだろう。十分な時間があれば逃げ出せる確率がどんなに低くとも、また封印から逃れるに違いない。これは後の将軍の頭を悩ませることになりそうだ。この両元の断片は、あと何人のラフの将軍と矛を交えることになるのだろうと考えると、一介の武人として少し羨ましくなる。確かに目的は単純だったが、悪行の限りを尽くしてくれた。泉州主命に対処法を教えてもらわなければならないな。今回の外出は公務ではないから、作士たちには何も伝えていない。後のことは獣王氏が処理する。それが終わったら、この場にいる公職の者たちは皆相応の褒章を受けるだろう。もちろん君とケイナイフン殿もだ。ほら、ラフの将軍は礼儀を欠くようなことはしない。さて、これ以上長いはできないから、私は先に行くとしよう。処理するつもり。お前は分かってねえな。これは俺様と獣王氏が結んだ相互不可侵契約だ。うん、獣王氏の戒律でもやっぱり西洋の尻尾は半眼の管理下にあるべきだって。だから尻尾のことは私に任せて。ふん、どっちが管理される側かはまだわかんねえけどな。それに尻尾がいないと他の西洋が私をいじめてくるから、尻尾がいた方が安心だしね。俺様がいるときは俺様がお前をいじめるからな。ともかくフエンのことは私に任せて、ラフ雑草についてはこれまでと同じように改変する必要がある。こっちはあなたたちに任せるね。それから西洋を速携帯蛇人に封印するのを忘れないように。わかりました。
水炎っていつからこんな風に。早い者が勝つ。妖魔退治したことを母さんに言ったんだ。なんて言ったの？私は剣隊武骨の天才元凶と互角で大西洋両元の断片とも戦ったって言ったの。なのに母さんは私が騒ぎを起こしたんだろうって。もしかしてわざと反対のことを言ってるのかな。太陽から選手を守るよりも大事なことがあるの？スーちゃんはすごいよ。寝てようと起きてようとラフで我らがスーちゃんより頼りになる人はいない。そうだ、ラフザストに今回のネタをどうやって書けばいいか一緒に考えてくれない？今回は大ニュースだからフォロワー数の増加もこの記事にかかってるんだ。ケイちゃんってフォロワー数を増やすことしか頭にないんだね。これが職業意識ってやつなの。この前と同じで今回もあんたに任せたからね、リスナー。中央市の判官として西洋による被害を最小限に抑えるために連日努力してくれたことに感謝してる。取り逃がした西洋もいるかもしれないけど大した問題じゃない。もし取り逃した西洋がいたらそれも私たちに任せて。自画自賛するわけじゃないけど私たちがラフザストに載せた内容はもうすごい話題になってるの。もし突然更新が途絶えたりしたらフォロワーのみんなに申し訳ないからさ。ケーナイフン。ケーナイフンさんに続けさせてあげてください。私も寝る前にラフザストを見ないと眠れなくて。みんながそう言うなら私に更新を止めさせる権限はないし続けても構わないけど。でも安心して、獣王子の仕事を増やしたりはしないから。
早い者が勝つ。気配が…
つがえた。落ち着いて。私が守る。立ちなさい。くだらない。月光を剣とす。みんなが無事でよかったわ。
早い者が勝つ。
落ち着いて。立ちなさい。は消えない。落ち着いて。チャンスだよ。月光を剣とす。
逆風に負けないで。疾風のごとし。落ち着いて。取るに足らぬ。月光を剣とす。私が守る。立ちなさい。呼吸するその感覚覚えておいて。落ち着いて。
Thank you.
志は消えない。立ちなさい。落ち着いて。呼吸するその感覚。月光を剣とす。自分の意志で結末にたどり着いてみせる。私が守る。落ち着いて。呼吸するさ。
究するその感覚覚えて素晴らしいとさようなら。この月下で全てを照らさん。小手調べは終わりだよ。冒険天台フフ邪魔に地上よきたれ。立ちなさい。この賭けに皆を招こう。調べは冒険天台フフ剣二連銀は礼はなしだ。皆を招こう。聞けば見逃そう。落ち着いて。Thank you.
まだ早いし、どこ。Thank you.
ちょっとした小細工さ。早い者が勝つ。強敵よ。逆風に負けないで。疾風のごとし。風が吹き、この一矢で十分。素晴らしいと、さようなら。地権威、俺に従え。くだらない。はっ、落ち着いて。この月下で全てを照らさん。万剣天雷。この風情が、これはどうだ。矢はつがえた。呼吸するその感覚。立ちなさい。はっ、月光を剣とす。闘志は消えない。落ち着いて。さようなら。ちょっとした小細工さ。いたん。逆風に負けないで。素晴らしいとき、さようなら。疾風のごとき。この賭け、俺には届かぬ。皆を招こう。小手調べは終わり。万剣天雷。剣に連鞭は不要。師匠よ来たれ。立ちなさい。風が吹き、運営はとどまる。この一矢で十分。これはどうだ。なんだ。矢はつがえた。こんな風情が。呼吸するその数。受け止めきれるかな。ケイン、俺に従え。送ってやろう。そうそう。情熱転身。
早い者が勝つ。逆風に負けないで。落ち着いて。全員死刑。素晴らしい。さようなら。この月下で全てを照らさん。月光を剣に突す。風が吹き、運営はとこの一死で十分。剣に連鞭は不意、戦意はなしだ。待ちなさい。この賭けに皆を招こう。これはどうだ。闘志は消えない。情熱変身。強敵よ。一旦。逆風には剣を突く。素晴らしいと。さようなら。風が吹き、この一矢で十分。この月下で。全てを照らさん。月光を剣に突す。剣に連地上よきたる。落ち着いて。これはどうだ。皆を招こう。闘志は消えない。逃げ…立ちなさい。ぜ落ち着いて。さようなら。
この一矢で十分。トン月光を剣とす。避難相当剣に連輪は不要。立ちなさい。この賭け皆を招こう。この月下で全てを照らさん。Thank you.